ダーナ、どうしたのだ？今、太陽の光が一瞬陰った気がしたんだけど。気のせいではないのか？雲は出ていないようだが。
巫女様？なんだこりゃ！王宮が突然目の前に。できるのか？うん、思い出してきた。確かに王宮をよみがえらせようとして、ここにヒモロギを植えて、ヒモロギは王宮を守ろうとあの形態へ変化したはずだから。肝心なのは一体何から守ろうとしたのかだが、それは。大丈夫か？うん、ありがとう。とにかくこれで王宮の地下から大穴の近くへ行けるはずだよ。アドルさん、早速行ってみよう。
ここは一体すごく広い場所だな。かなり深く潜ってきたし、ここが大穴のテープなんじゃないかな。でも途中にオキアヌスの住みからしい場所なんて。あれは、なんだなんだ、嬢ちゃん、この瓦礫がどうかしたか。アドル、あれをご覧なさい。文字？なんて書いてある？ロンバルディア？お？まさかこいつはロンバルディア号の。アドル、
よし、準備万端だ。アドル、それじゃ追っ始めるとしようぜ。ああ、ロンバルディア号が沈んでからここまで長いようで短かったな。ようやく決着をつけることができそうだぜ。アドル、ドギ、流行る気持ちはわかりますが、最後に作戦を確認しましょう。そうだな。念のために段取りをおさらいしておくぜ。アドル、お前さんたちは作戦開始後、オケアノスの隅から移動して待機。文献によると、海中にいるオケアノスは一定間隔で海上に姿を現すようじゃ。わしらは頃合いを見て、海上に現れた奴に総攻撃を始める。ある程度傷を負ったら、奴は住処へ退散していくはずじゃ。そして住処に戻ってきた奴を俺たちで仕留めるというわけか。作戦といっても確かに単純なもんだな。リコッタも頑張る。オキアヌスは陸に上がれないとはいえ、何が起こるか分かりません。決して油断をしないでください。そうですね、皆さんに危険が及ばなければいいのですが。多少の危険は覚悟の上だ。これまでしんどい役目はお前たちに任せきりだったからな。せめてこれくらいのことは務めさせてください。おいおい、リヒト先生、足が子羊のように震えてるぜ。これは武者震いです。アドル、鳥は頼んだわよ。あなたなら大丈夫だと思うけど、無事に帰ってくるのよ。よし、それじゃあそろそろ始めるとしようぜ。アドル、ここはやっぱりお前さんが号令をかけてくれや。閉ざされたこの海を解放するぞ。ああ、よし、作戦開始じゃ。アドル、お前さんたちはすぐに奴の住処へ向かってくれ。ドギよ、そろそろアドルたちが住処に到着している頃じゃな。ええ、そのはずです。次に奴が浮上した時が決戦開始の合図ってことだ。みんな準備はいいか。よし、攻撃開始じゃ。よし、いいぞ。このまま攻撃を続けるぜ。今のはひょっとして断末魔の叫びか。いや、残念ながら違うみたいだぜ。
古代種どもか。奴が呼びやがったのか。どうするのよ。みんなこのままオケアノスに攻撃を続けてくれ。上等じゃねえか。俺はこっちの方が得意なんだぜ。来い古代種ども、このドギ様が相手になってやる。わしも助太刀しようじゃないか。ケアノスが消えたわ。いや、海中に潜ったんじゃ。傷ついて住処へ逃げ帰るじゃな。これでいい。アドル、あとは頼んだぞ。おい、見ろ。囲まれてますよ。やれやれ、そう簡単に楽はさせてくれんか。古代種とも撃破する。みんな武器を持ってくれ。この気配、アドルに来るぞ。あまり客を待たせるのは感心しないな。これが長年にわたって多くの船を沈めてきた犯人。こうして全身を見るのは初めてですが、思っていた以上に巨大ですね。だが今回ばかりはおじけづいてもいられねえ。島から脱出するにはこいつを何とかするしかないしな。海の男としてロンバルディアの仇、ここで取らせてもらうぜ。アドルさん、追い詰めたけど水中ではまだまだ向こうが有利のはず。周囲の水流をうまく使って戦おう。ここを通すわけには参りません。一気に決めるよ。このまま攻めるぞ。畳みかけましょう。
ようやく任務完了か。うわあ、ついにやったぜ。うわあ、どうだ、見たか。船長殿も見ててくれたか。ハドル、やりましたね。これでこの島からやっと。やれやれ。
アドルさん、やだな、いつからそこに。本当にそのおめでとう。よかったね、島を出られることになって。聞いてくれ、ありがとうアドルさん。でもみんなのためにもアドルさんは島を出ることに集中してほしいな。確かに記憶は取り戻したいよ。なぜ私はこの時代にこうして生きているのか、その後エタニア王国はどうなっちゃったのか。だけどごめんね、いろいろと気を使わせちゃって。お二人さん、こんなとこで何やってんだ。今また日の光が、なんだろう、お日様の中に。今のは火色の余地、何かがここへ落ちてくる。星、まさか星がここへ落ちてくるの。あの大穴は星が落ちた痕跡。オルガ祭司長を呼んでください。王宮へサライ女王に会いに行きます。Thank you.
わかりました。王国上空に障壁を展開できるよう手配します。早急に国中の理術士たちを王都に招集して協議いたしましょう。サライ女王、オルガさん、あの山火事の一件を思い出しませんか？思えばいつもこうして3人で困難を乗り越えてきましたね。今回もきっとうまくいくはずです。何よりも私とダーナさんが何も決めずに座したままというわけには参りません。わかりました。それにしても毎度ながら大それたことばかり、よくも次々と思いつくものださあ、ことは一刻を争います。大使の寺院も協力してください。まずは市民たちを避難させるためにあらゆる手段を尽くしましょう。